ラジオ。わお。こんにちは、ラジオのベイアンです。こんにちは、林由香です。はい、こんにちは。メロンパンご紹介しようと思ってます。島根県松江市学園にある、メロンパンムロピさんの、メロンパンを今日は、ご紹介をしようと思います。めっちゃでかい、顔が隠れます本当だ、隠れる ね、大きいね。すごくないですか。そう、このメロンパン結構大きいんですよ。食べ応えがあって、ごめんなさい島根大学の目の前にあのお店があるので、あ、へー、うん、そうだね。もう多分学生はほぼ知っとられるんじゃないかな。あ、そうなんですね。思いますけれども、触ってわかるんですけど、美味しいですよ。外がこれ、あら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 、響かして響かして、ここにここにマイクがあるんですけど、聞こえますかね。そう、外の皮というか、皮じゃないなそんなに何回も簡単簡単そんな聞きたくもないっていうかね。いただきます。これ本当ね、おいしい。じゃあちょっと僕、クッキー生地、しっかりクッキー生地でサクサク。でもなんか何ですか、しっかりクッキー生地、うん、甘すぎず味が薄すぎずな感じで、うんうん、元祖メロンパン、さらになんか最近のこうトレンドを取り入れたような、うん、プラスしたような感じのメロンパンですよね。オーナーの室田さんがこれも紹介してくれってことだったんで、ちょっとメロンパンラスクの蜂蜜バター味です。へー、新しいですね。そう、ここね、あの、うん、メロンパンのラスクもあのいろんな種類販売していて、メロンパンだけじゃないんですよ。ほう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 、いろんな味があります。でね、あの、最近はアップルパイも大好き。今日は、松江のメロンパンムロピさんのメロンパンを、ご紹介しました。あの本当におすすめですので、ぜひ皆さん食べてみてください。